からは上田バイソンさん、よろしくお願いします。やったー、よし、よかった、よかった。予選が厳しかったね。かなり厳しい予選を決めた。勝ち残ってやった。戦ってたかった。もう絶対勝った。絶対ここシードだった。シードだった。いや、ギリだった。ギリだった。シードですね。最後ね。最初にこれだけ振ったからには、これだけ上げたからには、させていただきます。久々に。はい。久々に来ていただきましたね。でも半年半年以上ですね。公演が8ヶ月ぶりなので、あ、そっか、それぶりということで、はい。じゃあ、まずこちらから諏訪智則さん、よろしくお願いします。国防翔太郎さん、よろしくお願いします。菅井天神さん、はい、お願いします。田水田瑞穂さん、よろしくお願いします。相葉光大さん、よろしくお願いします。で、この田水田さんと相葉さんが、はい、今回、なんていうか、ちょっと少し前からね、なんていうか、入られたというか、う劇団メンバーというか、本メンバーになられて、正式に所属になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな面白い人たちが2人も、こんな面白い人たちが2人も、ちょっと、ハードルが。ねえ、はい、ちょっとだけですから。ちょっとだけです。じゃあまずちょっとね、改めて、まあ8ヶ月ぶりっていうのもあって、もしかしてその今初めて上田バイソンさんをしたっていう方も見えるかもしれないんで、そうですね、うん、上田バイソンさん、どんな団体、どんな団体か、どんな団体、どんな団体、上田バイソンズみたいな、いくか、あれば答えるか、上田バイソンズ、どんな団体、稽古をちゃんとしない団体。やろう、はい、そうですね、まあ、遊びつつ、しっかり稽古しつつ、はい、まあ、名古屋を拠点にやっている、劇団です。大体今2年目、あ、2年目、すいませんよ、です。はい、まだ若手なんですけど、なんか元々がなんか野球チームだったっていう噂が、はい、そうですね。それはもちろん、はい、もちろん、はい、うん、最初はやっぱり上田バイソンズとして、まあ、野球、まあ、草野球チームとして発足して、うん、でちょっとメンバー足りないなって言って、まあ、ちょっと暇なうちにちょっと演劇やるかって言って、今ちょっと演劇やってるんですけど、メンバーが今、あと、まあ、小島くんっていう、まあ、照明やってくれてる人がいて、うん、まあ、正規メンバー6人なんですね、うん、あと3人入ったらできる、はい、できる3人でできるんで、あと3人入ったら野球やりますんで、皆さん入ってください。お待ちしております。絶対やんないね。絶対やんないと思うよ。絶対芝居やってる気がする。絶対やんない。たくさんで芝居やってる気がする。もう芝居やってます。はい、じゃあ、今回その8ヶ月ぶりということで、はい、まあ、第3回公演なんですけども、ちょっとチラシの方が出ますかね、画像。お、崩れる、うん、でどこで見たようなね、キャラクターがなんとなく宇宙人的な、ね、うん、出てますけれども、なんか珍しい、今まではどんな公演だったかな、例えば一番最初は桃太郎、そうですね、うん、でその後はノーマルっていうタイトルで、うん、まあ、あれは何をイメージとかは、あ、諏訪さんがイメージですか、イメージ、うん、まあ、ノーマルっていうのは普通っていう、うん、まあ、基準があるじゃないですか、うん、まあ、僕今すごいあれですよ、うん、昔の作品をすぐ忘れちゃう人なので、うん、今喋ってるけどすごい適当になっちゃうかもしれない。普通っていう基準があって、それを上回ってる優れた人がいたり、うん、下回ってる、うん、劣等感を抱いてる人たちがいる、うん、まあ、そういうその差を全てなくす法律を作った、うん、一体どうなるのかっていうのが大まかな話の流れですね、うん、それをなんかいろんなメンバーね、入れ替わり立ち替わりで、まあ、短編を、うん、はい、それが本当にもう面白くて、あら、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、いやいや、で今回はその崩れるっていう、なんかちょっと暗いような、まあ絵的に見てもちょっと暗いような感じは視線でもないんですけど、そうですね、うん、まあ、まず、まあ、どんな作品というよりはやっぱり今回も短編ですか、短編集、そうですね、一応形式としては短編集になっております、うん、はい、はい、そのまあキーワードになるのが崩れるっていう、そうですね、ことなの、どうなんですか、どこ、キーワードといったらクズですね、うん、そうですね、はい、クズ、ああ、はい、クズで、そのレルっていうのは、まあ、あくまでそこに、まあ、言葉としてついたってわけですね、そうですね、まあ話の内容にも少しだけ触れるかなっていう形で、うん、やっぱりいろんなクズが出てくる、もうだから全員クズです、全員クズです、出てくる人は全員クズです、まあ、僕以外クズ、ああ、僕以外、いや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 
ちょっと待って、今書き込みにね、あのさあ、諏訪智則が謝ります、あ、語りますよ、語りますよ、語りますよ、謝りますよ、僕、何も悪いこと言いましてない、なんで僕このタイミングで謝るだけ、謝って、諏訪、ごめんなさい、視聴者さんがね、謝ってほしいって言ってくれた、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、語りますか、語りますよ、あ、すいません、失礼しました、何ですか、この、安直なよいしょは何ですか、本当だ、安直なよいしょ、びっくりしちゃった、じゃあ、今回ね、どんな作品、作品集になるのかっていうところなんですけれども、人としてみたいな、やっぱりそのクズっていうのね、うん、いろんなクズがいますけど、あれですけど、どうなんですかね、クズ代表で有名なね、あ、後ろの天神君、はい、僕クズ代表で有名ないいですかそれ、振られてから、はい、振られてから、はい、これは何 役ですか、役でもいいですし、いや、でも役って言えば、うん、もう本当に僕自身ですね、それは今否定してなんか認めたクズって認めたね、ギャラってね、かぶるところ多々ありますから、あ、職業的なことはいいですか、全然いいよ、はい、うん、まあ、職業、はい、一応フリーターの役なんで、あ、それも自分と重なってますし、バイトそのフリーターめんどくさいと思ってるのも重なってますし、うん、お金稼がないから、それ言っちゃったよ、人となりというか、店長見てたら、店長やばいな、それはもういかにクズかが分からない、はい、まあ、クズな役です。じゃあこれ役を振ったのは諏訪さんですか？そうですね、当てが聞いて、いや、そういうわけではないんですけど、まあ偶然上田バイソンズはクズが多いので、偶然ね、偶然クズが多いので、まあいろいろ、まあいろんな、まあクズな一面が誰しもある、まあそういうのがちょっと濃かった、ちょっとだけバイソンズ濃かったので、まあちょうどいいなと思います。毎回でも結構ね、いろんな作品にまあ入れ替わり立ち替わり、まあその方がまあそのクズ、まあフリーター役で出たりすれば、他の回、話では別の役でとかもあると思うんですけど、まあまあそうですね。で、田村さんは、田村様は今回の役ですか？はい、どこれは言っても大丈夫、1個目の方がいいんじゃない、1個目の方がいいですよね、前は結構ね、あの、なんか桃太郎の時は生地がそうなんですよ、ね、殺されてたんですけども今回はですね、はい、あの母親役で、ついにやっと人間に、そうなんです、やっと人間に、うん、まあ、前回も人間だったんだけど、前回も人間だったんですけども、はい、今回母親役なので、ついに、しかも、はい、息子が何いてです、はい、その息子が、うん、お母さん、そうなんです、だいぶ年上が息子役なんで、太郎さんが、はい、だいぶって言うなよだいぶですよ、たままさん的な感じで、たままさんになってしまって、お母さん役を今回はやります、うんうん、でもクズの話ですけど、じゃあお母さんがそのクズということでもない、うん、あそこはやっぱりお母さんはどうなんですかね、うん、まあ、どうなんね、だ基本的には僕は全員クズだと思ってます、誰しもね、そういう目は、うん、はい、誰しも、うん、僕は役としてはあんまクズじゃないです、うん、役としては、うん、役としてはクズ役、クズ役、クズ役、クズ役ヒーローですか、そうそう、ヒーローがね、もう一個、ヒーローが、うん、ヒーローがもう一個の、うん、大事な、はい、キーパーソンとかね、さっきからね、その面白い話してますけど基本はやっぱりコメディな感じですよね、もちろん、はい、皆さんといえば本当にコメディの、まあ、テンポのいい、うん、はい、もう笑いの、そう、ちょっと、うん、まあそこら辺にしておきます笑いの伝伝またハードルを上げて、ね、あのテンポが良ければ面白いと思ってる、単純なんですよね、前回テンポがいい、早ければ早口みたいな、テンポ早口みたいな、面白いってなるから基本的にはそういうのは稽古中に言ってくれないからなんでこのタイミングで言うかなでも今後、まあ、バイソンさんというかそれを見て、はい、まあ、やっぱり入られた部分があるかもしれません、相葉さん、はい、入られていたか、相葉、相葉いたか、いました、いました、いました、そんな端っこにいた、まあ、そうですもう、まあ、やっぱりね、はい、もともと僕が結構短編集でそういう一つの意味を持つ作品、うん、前から興味があって、うん、1回目の公演のお客さんとして見させていただいた時に、うん、客演を募集していませんかってもう自らの言ってくらいの、はい、大好きなので、うん、参加して、はい、幸せだったので今回もね、うん、ね、やっぱ幸せ、そんなに入って、うん、楽しいございますね。よかった。よかった。ならよかった。ったじゃあ、ね、じゃあどんなクズをどんなクズかと言われますと、はい、うん、この背が高いクズと、はい、まあ結構好みで、あ、はいはい、はい、うん、まあ役をやる
ていただくので、うん、まあそういうクズですね。どういうクズだって感じになっちゃいました。もうほんとちょっと前だとあの審査会トワイライト、僕もちょっとねお邪魔してたんですよね、はい、あの時は本当に某大手のコンビニ対コンビニ、はい、そうですね、ちょっと言えないですけど、あ、言えない、まあね、あのそのコンビニで、まあ、勤務のみたいなことやってたりとか、はい、あとみそ劇では、うん、まさにこの後ろのね、うん、2人が、まあ、そうですね、一緒にドラミ、まあ、来ていただきましたけど、はいはい、ドラミネーターということで、はい、もっとあの言えないような先ほど、まあ猫型ロボットと未来から来るちょっとごつい、まあ、ロボットの話で、そうですね、あのデデンデデンダダスダダダスですね。で、まあ某ね、あのメガネの、あの黄色いシャツ着た主人公と、まあ某ね、ジャイなんとか、ね、ほぼほぼ出てますけどね。ああ、相葉恋ちっせいって感じ。あれだよな、誰なんだろうね、ちょっと名前なんだろうね。あのよかったら名前書いていただくと、ちょっとこれあの番号でしかちょっとね、普段あのログインしていただかないと乗ってこないんで、はい、まあ乗ってこないですね多分、うん、はい、そんな、あ、でも、まあ、どんな役っていう、まあ、具体的なところはちょっと難しい、具体的に言うと、フリーター仲間じゃないけど、そういうなんか、まあ、でもそういう類ですね、あ、バイト先みたいな、はい、あの、うん、すみません、さっきより声を張って。そうだね、うん、はい、ちっちゃいってね、ちっちゃいって、うん、あ、終わりなんですか。まあ、ここの2人に関しては、うん、もういわゆるそのなんだろう、底辺というか、典型的な、あ、まあ、典型的な世間一般的に見る悪図だなっていうのが分かる特徴をもうたくさん持ってますよっていう集まりなので、うんうんうん、そんな皆さんをどう、まあ料理じゃないけど、そうやって、ね、うん、生かしていこうかっていうのが諏訪さんの部分だと思うんですけど、そうですね、そうですね、つまり太郎さんはどんな、今回僕ですか、はい、あ、どうぞ、どうぞ、いいですか。まあ僕は、うん、あのもうお母さんがね、うん、か、あ、そうね、そのそまさかの、はい、まあ息子もクズなんですよ、うんうん、でそのまあお母さんとの、うん、まあ、クズな息子とお母さんっていうのは、まあ、ちょっといろいろね考えたりする部分もあると思います、うん、そういうとこを主軸になっていくのかな、うん、ね、そうですね、いわゆる、まあ、現代劇的な、まあまあそうです、うん、現代劇にプラスファンタジー、そのファンタジー、うん、そう、ファンタジー、ヒーロー、ね、非常にファンタジー、ヒーローが出てきますので、はい、そうですね、その部分がすごくファンタジー、うん、前のそのノーマルだとあの王様だったりしたわけなんですけど、今回ヒーロー、いつもいいとこ自分がやる、ね、なんかね、偉い、やっぱり自分で書くからみたいな、そう、やりたいとこ自分がやる、うん、いいじゃんいいじゃん、いいよ、それをここで言わなくてもいいじゃんさっきからさ、いいよ、いや、ぜひね、皆さん見に来ていただきたいですね、うん、あの裏にいっぱいあのね、公演してる団体さんもいらっしゃいます、ね、さっき、ね、指定されたそうなんですよ、ね、ユニジョークさんもそうですけど、あと何団体かありますね、ありますね、はい、で丸かぶりありますけれども、でそこをどうしましょう、いや、もうあれなんですよ、牛乳さんが土日でやるのが13時と19時なんで、うん、あの、はい、ということはということは、まあ、ちょっと待って、これは後からね、あの後からですか、まあ、詳しくは、ね、分かりました、後から、うん、じゃあ後から言います、ね、詳しい日程とかで、じゃあそれをどうですか、諏訪さん的には今回はどうしていきたいですか、ね、お話ですね、うん、まあなんだろう、今回やっぱさっき言ってくれてるポスター、うん、チラシから、はい、でもちょっと暗いんですけど、うん、まああえてそこ、まあ、相葉くんとか、まあ、天神がいて、うん、すごく面白く話が作れるので、うん、あえて明るくして、でそのファンタジーな要素を突きつけることで、うん、そのクズに対する扱いってみんな、うん、あの伏せてる部分とか、うん、遠慮してる部分があって、うん、そこを一気に、うん、あの崩せるように、うん、すごい辛い、みんなすごいこっちに夢中になっちゃう、すごい喋ってるのに、今俺喋ってる、今俺喋ってる、喋ってる、違うところで興味がない、喋ってればいい、すごい、なんかみんな僕の話で、そうです、ちょっとね、今あの革命あるんですけど、 PV に流れてる怪獣が気になります、あ、そうです、そうです、怪獣も出てくる、そうですね、怪物、あ、 TV 見てくれてありがとうございます、うん、あ、そう、それはね、ちょっともう今持ってきてないんですけど、作ったの私です、あ、ほんとでそちらもあのツイッターの方にもね、あの実は載ってるんで、はい、やっぱり怪獣とかヒーローとかそういうところもなかなかねクズっていうか、そういうねなんかリアルなところとそのファンタジーっていう部分がどう絡んでくるのかっていうところ、かなり内容としては伝えたいこととしては結構えぐいんですけど、うん、まあ、それを割と僕はサクッと描きたいので、うん、それを作る時にやっぱこの相葉っていうね、うん、相葉とか、まあ、面白い部分がすごく必要になってくるので、うん、
そこを常に常に照れんな照れんな。じゃああとはあのそうだあの客員の方が今回見えるあそうですそうです、はい、最後に言っとかないと今回ですねただのナマコさん、ナマコちゃん、はい、大ファンです、ファンでしね素敵な方に客員いただいておりまして、はい、今こう出演している5人の名はプラス、うん、ただのナマコさんの6名で出演、ね、キャストを固めてやっていきますね、はい、はい楽しみですね。もうね、可愛くてね。稽古楽しい。このおじさんがですね、もうデレ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 。もうみんなして。もう可愛いわ。可愛くって、はい、初めて読み合わせした時もう読めなかった。照れちゃってね。照れちゃって読めなかった。マジやってんだと思う。じゃあ若者同士のやっぱりね、あの子供っていうか役だから、その辺でやっぱり出てくるのか、絡んでくるのかなっていう。じゃあここで改めて、日時とか料金とかですね、その辺の告知をお願いしたいと思います。はい、お願いしましょうか。日時、2月20日金曜日、はい、からそれから2月23日月曜日まで、はい、月か、あ、間違えた、金土日月ですね。あ、月曜日。4日間やります、はい、4日間8ステージやります。はい、でですね、時間が19時、それから土日が12、16、20。結構遅くからね。ね、そうなんです、11時公演だと朝起きるのがしんどいんで、うん、出る方が大変ですよ。あの来る方じゃなくて、お客様がですよ。お客様がですよ。もちろんもちろん、はい、と、はい、いう感じでこの、時間になってますね。設定をされたということですね、はい、で、なんとですね、さっきちょっと、はい、牛乳地獄さんのチラシを見てたらですね、はい、牛乳地獄さん土日が13、19なんで、うん、牛乳地獄さん13時行って多分その後バイソン16時来れるんですよ。逆にその土日16時来てからの、はい、牛乳地獄さん19時も行けると。あ、なるほど、行けます。素晴らしい。はしごできます。はしごしてください。はしごしてください。勝手に名前を出しました。申し訳ない。ごめんなさい。大丈夫です。じゃあ23日の、月曜日だけは、17時。あ、そうですね。ちょっと若干早いですね、はい、まあ、これ学生向けというか、そうですね、ちょっと社会人には若干早いかなっていうところがありますけどね。そう、まあ、授業のことを考えたんですけど、春休みだね、よく。あ、そうだね、大学生はもうこれぐらいだとね、大学生は。あ、そうかそうか、高校生、高校生とかも来やすい時間かなと思います。そして会場が、これも毎回もう同じですね、はい、小劇場ピコ、はい、うん、はい、ピコさんでやらせていただきます。そして料金が、料金投げ先生、これがあれ意味わからないという方も、もしかしたらちょっと、ね、意味わからないという方もいるかもしれない。そうですね、まあ、投げ銭ということで、うん、はい、ずっとやってきてるんですけども、うん、まあ、劇を見終わった後にですね、うん、まあ、お客様自身がその公演の金額を決めていただきたいと、うん、いうことでやっております。まあ、お金の価値って人それぞれと立場とかね、うん、まあ、バイトしてるかどうか、社会人かどうか、学生かどうかによってお金の価値変わると思います、うん、で、まあ、お金がないから見に行けないとか、うん、もうちょっと安かったら行きたいのになとか、うん、いうこともあるかもしれません。その人の、中での、まあ、一番いい価値をねつけていただければ、いいかなと。で、投げ先生ということにしております、うん、まあ、決まった額はないけれども、うん、そうです、これを見てこのぐらいの、ね、うん、そうなんですけど、僕も本当にある程度その設定して足を、はい、まあ、運ぶわけなんですけれども、いつもそれプラスちょっとアルファになってるんですよね。あった、ね、なんか本当にそういう気持ちになるようなその作品を毎回見させていただいているので、はい、あと小劇場ピコさんなんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいらっしゃる、もう多いかと思うんですけども、席が多分20何でも少ないですね。であとその、はい、まあ、仮にその売り切れとか打ち止めした場合に当日券が本当に非常に難しいと、うん、そうですね、うん、今回は当日券がおそらく出ないと思います。ただ今から行きたいっていう連絡をくれれば、うん、なんとか対応しますけども、はい、まあ、ただもうね、空きがない場合もあるから、そうなんです、ちょっと連絡、はい、まあ、要連絡、予約がすぐ埋まっちゃいますので、皆さんお早めに、うん、詳しくはバイソンさんの、はい、はい、そうです。ちなみに予約とか、まあ、皆さんも結構ツイッターとかやってみえたりしますけど、そちらに直接 DM とかでも、はい、でね、大丈夫ですか、リプライ、はい、DM 送っていただければ、はい、個人でも赤、はい、劇団の方でも全然受け付けますので、連絡いただければ、はい、もう本当にお早く、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、はい、あ、そうだ、忘れてた、忘れてた、忘れてた、はい、そうだ、時間大丈夫ですか、相葉さん、あ、やべ、時間大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫です。あ、ちょっと、はい、大丈夫です。はい、相葉さん、はい。はい、どうも、さっきちょっとね、はい、ドラミネーターの話をちょっとしましたけども、はい、その前に、はい、そうだ、田村さん来ていただいた、はい、2014 の、 そうなんです、名古屋学生演劇祭の、ね、はい、時に来ていただいた、はい、時に出た、出演された、相葉企画さんが、はい、今度めでたく、はい、何月でしたっけ、3月に、はい、
3月の7日から10日に京都のアトリエ激変というところでやります。はい、ありがとうございます、直接。第0回。そうです、0ですね。第0回。全国学生劇祭というやつに名古屋代表で出させていただくことになりましたので。はい、名古屋代表になっちゃいました。まあ、この放送中だと声がちっちゃいというイメージしかわからなかった方々いると思いますけども、相葉企画出させていただきます。はい、夏と同じ R わしの青春予備校という作品をやらせていただくので、京都割と近いので、はい、来ていただけたらすごい嬉しいです。ということで出演されるのは、はい、はい、僕も出ますし、はい、この後ろの、はい、あの菅井さんもね、菅井さん、菅井天心さんもね、続投で出ます、はい、ちなみに今日初めて稽古だったんですけど、菅井さんはバイトで来ませんでした。クズ。はい、じゃあ詳しくはこのアイマープロジェクト、はい、こちらツイッターなので、はい、こちらのツイッターの方にまた情報載ってきますので、はい、はい、ぜひあの足を運んでね、はい、ぜひ京都近いのでね、場所は京都にありますアトリエ激変というところで、全国のいろんな学生劇祭の代表が来るんですね。これなかなか面白いですね。札幌学生対抗演劇祭です。もう一分経った。アイバの授業はもう終わり終わり。はい。ぜひ。のんびり屋なもんですから、ね。そんなアイバがどれだけのんびりかっていうのを京都まで見に来ていただけたら嬉しいです。見せ方どうなのそれ。はい、ということで、アイバ企画さんと、今回、上田真紀さん。すいません、牛耳っちゃって。なんか真ん中行っちゃった。今、アイバ企画が終わったんじゃないですか。はい、じゃあ今回、上田バイソンさんとしまして、はい、はい、こちらから、ちょっと若干あのローテしました、ね、ローテしちゃったんで、はい、じゃあ、小久保翔太郎さん、はい、そして諏訪智則さん、はい、相葉光大さん、はい、どうも、菅井天神さん、はい、そして田見田瑞穂さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたここで一旦 CM を挟みまして、次のゲスト3人行ってみたいと思います。では一旦 CM です。